寒いしね、疲れたんでお風呂入ろうかなーなんて思ってた。なんかチラッと喋ってたら、こうやって喋ってたら急に佐藤健からビエンとこう、今スマホなんです、スマホに入って、あらと思ったらシュガーがねないのかなと思ったらあったんで、一応シュガーを聞いたんですが、うん、なんかテンション低かったっすよね。なんかテンションが、なんか佐藤健さんと僕なんか同じ東北人の血が流れてるからそうなんですかね。なんかテンションの低さが結構近いものがあるなっていう感じが、親近感がやっぱり調子悪かったですね、シュガーはね。明日話しますよ、そこは。まあとりあえず、まあとりあえずガッツリ見せたね。 YouTuber っているじゃないですか。まあ僕も YouTuber、 今日も飲み行ってて YouTuber の話とかも出たんですよね。 YouTuber ってどうなんだ、まあ、特に僕なんて何の労力もなくこうやって喋ってることが皆さんに見てもらってることによって働いてるうちには入んないでしょうねと思うけど、ただ一つ言えるのは、まあそういう中にもやっぱり興味を持つ人がいるからこそ見るんだと思うんですよね。それはなんで興味を持つのかって話だと思うんですよ。いや、やっぱり興味を持ってる人に対しての話をするからだろうなと思うんですよ。今年の Z 世代で一番流行ってるのが何でしたっけ？ひき肉です、ひき肉ですってあるじゃないですか。ひき肉ですって、でそこだけをや、今や、なんか TikTok なんかでひき肉です、ひき肉ですってやってる、私トレンドに乗ってるわよみたいな、ちょっと今ひき肉です、ひき肉ですとかやってるの見るのが本当に嫌なんですよ。本人がやってるのは好きですよ。本人がやってるのは、あ、いいなと思うけど、それを真似て、やつを見るのが、なんか、YouTube ってなんかそういうのがあるなぁなんて思ってた。おもんない、おもんないってよく言うじゃないですか。おもんないって言ってる芸人も、おもんないってな、おもんない、なんか、おもろない。面白くないってことですよね。じゃあ面白い人って世の中どこにいんの？何が面白いのかなっていう。まあ、芸人が、あいつおもんない、おもんない。ラーメン二郎で YouTuber お断りみたいなことになって、YouTuber が、で、YouTuber は犯罪者だからとか、特に最近だと、詩人逮捕系 YouTuber みたいなのがあって、YouTuber は逮捕されるみたいな。なんか勘違いしてると思うんですけど、YouTuber が逮捕されるんじゃなくて、そもそもが犯罪者が YouTuber やってるだけなんで、あそこら辺は。YouTuber が全員が逮捕されるわけではないのになと思いますよね。もともと犯罪者みたいな、犯者的な、半グレみたいなのが、YouTube をや、その人が YouTuber に参入してきてるから、それはね、あの人たちが YouTuber やる前から、警察は目をつけてますよと。別に YouTube やる前から、ね、犯罪者ですから。あのガスチャンネルなんていうのは。だからそういう風なレッテル貼られるのはどうなのっていう話もあるし、だからラーメン二郎で YouTuber とか動画禁止とか言ってるけど、そもそもラーメン二郎の動画撮った方がで再生数稼げないですよ。たまたま撮ってるやつはいるかもしれないですよ。それ YouTuber なのかどうかすらわからない。YouTuber ってのは YouTube で稼いでる人が YouTuber なんで、稼げないものを撮ってる人間を僕は YouTuber って言ってほしくないなって思いますけどね。YouTube で、曲がりなりも YouTube でお金を稼いで、それを生活のなりわいにしようとしてる人とかが YouTuber って呼ばれるんじゃないのかなと思うんだけど。ラーメン二郎そもそも撮ってる時点で僕は YouTuber じゃないと思います。だってそんなもので再生数稼げないですよ。だって僕が YouTube で、僕がじゃあラーメン焼いてラーメンで、撮ったところで、誰見ます？じゃあ何でもかんでも YouTuber が悪いっていうのはおかしい話だな。まあヤクザだってお金になるから犯罪するんですよ。お金の中で犯罪しませんよねって思います。同じですよね。YouTuber だってお金になるから動画にするんですよ。お金にならないものを動画にはしませんよね。お金にならないものを動画にしてる人がいるんであればそれは YouTuber ではないんですよ。まあ言えることは YouTuber ってのは YouTuber でお金を稼いでる人だけを YouTuber って呼んでほしいと。それ以外は別に YouTuber ではなくて YouTuber になりたい動画を撮ってる人っていうだけの話なんで、それを一緒くたにしてほしくないな。待って待って、大丈夫大丈夫、これを